フィリップ・デビット・ゴセリンは、アメリカ合衆国ペンシルベニア州チェスター郡、ウエストチェスター出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のロサンゼルス・エンゼルス所属。愛称はグース。フランス系アメリカ人であり、ゴスリンは、フランス製によく見られる。フランス語では、ゴスランと発音し、一部の日本メディアでも、ゴスランと表記されている。 2010年の MLB ドラフト5巡目でアトランタブレーブスから指名され6月20日に契約。契約後、参加の A-9 ロームブレーブスでプロデビュー。57試合に出場して打率294日本塁が24打点7盗塁を記録した。8月31日に A 級マートルビーチペリカンズへ昇格し6試合に出場した。 2011年は A 級リンチバーグヒルキャッツでプレーし、115試合に出場して打率、264、6本塁打、63打点、6盗塁を記録した。2012年は A 級ミシシッピブレーブスでプレーし、128試合に出場して打率、242、3本塁打、46打点、12盗塁を記録した。 2013年は A 級ミシシッピで開幕を迎え59試合に出場。打率2431本塁打、23打点5盗塁の成績で6月23日にトリプル A 級グーイネットブレイブスへ昇格。トリプル A 級グーイネットでは47試合に出場して打率2772本塁打、11打点。 一投類を記録した。8月16日に、ブレーブスとメジャー契約を結んで、アクティブロースター入りし、同日のワシントンナショナルズ戦で、メジャーデビュー。延長10回表から二塁の守備についたが、打席には立たなかった。3試合目の出場となった8月18日のナショナルズ戦では、2番二塁手で、先発起用され、1回裏に三塁へのセーフティバントで、 メジャー初安打を記録した。8月21日に同じ二類種のエリオット・ジョンソンが加入し、22日にアクティブロースター入りしたため、トリプル A 級グーイネットへ降格。そのままシーズンを終えた。この年は4試合に出場して打率、333の成績を残した。オフの11月5日にマイナー契約となり、トリプル A 級グーイネットへ降格した。 2014年は、トリプル A 級グーイネットで開幕を迎え、96試合に出場。打率、344、5本類打、31打点、6盗塁の好成績を残し、7月13日に、ダイアグラが制限リスト入りしたため、ブレーブスとメジャー契約を結んで、アクティブロースター入りした。しかし、出場機会のないまま、翌日に、 アグラが復帰したためトリプル A 級グイネットへ降格。7月26日にアグラのバックアップとして起用されていたタイラー、パストルニッキーが不審でトリプル A 級グイネットへ降格したためメジャーへ最初を浮した。昇格後はアグラが放出されたこともありルーキーのトミーラステラと二塁のポジションを争うこととなった。この年は46試合に出場して打率。 266、1本類打、3打点、2投塁を記録した。2015年はメジャーで開幕を迎え、打率3割と好調だったが、怪我で手術をすることになり、全治6から8週間と診断された。2015年6月20日にブロンソンアローよ、トゥーキー・トゥーソンとのトレードで、アリゾナダイヤモンドバックスへ移籍した。引き続き、術後のリハビリを行い、8月10日に、 ルーキー級で実戦復帰。8月末にメジャーの戦列に復帰した。2016年は代打で両リーグ最多となる80試合に起用された。2017年2月7日にダニエルデスカルソの獲得に伴ってディエフェとなった。2017年2月10日にフランク・ダンカンとのトレードでピッツバーグパイレーツへ移籍した。 7月18日に禁止薬物使用による出場停止処分が終了したスターリング・マルテの復帰に伴いマイナーオプションで参加のトリプル A 級インディアナポリス・インディアンズに降格した。2017年8月12日にウェーバー工事を経てテキサス・レンジャーズへ移籍した。レギュラーシーズン終了後の10月10日にマイナー契約で参加のトリプル A 級ラウンドロック。 エクスプレスに降格した。2017年12月21日にシンシナティレッツとマイナー契約を結び、2018年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2018年シーズンの開幕はメジャーで迎えた。2018年5月3日にウェーバー工事を経てブレーブスへ移籍し、トリプル A 級グーインネットストライパーズへ配属された。 6月24日に DF となり26日にマイナー契約となった。レギュラーシーズン終了後の10月9日に FA となった。2018年12月21日にフィラデルフィア・フィリーズとマイナー契約を結び2019年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2019年は開幕を参加のトリプル A 級 リーハイバレーアイアンピックスで迎え、4月17日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。6月14日にディフェとなり、16日にマイナー契約でトリプル a 級リーハイバレーへ配属された。9月1日に再びメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。オフの12月20日にフィリーズとマイナー契約で再契約し、2020年の スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2020年7月24日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。オフの10月30日にマイナー契約となった後、同日中に FA となった。2021年2月9日にロサンゼルス・エンゼルスとマイナー契約を結んでスプリングトレーニングに招待選手として参加することに、 なったと報じられ、11日に正式公示された。2021年5月4日に、メジャー契約を結んで、アクティブロースター入りした。ありがとうございます。